まだまだ終わらん終わらん。はい、どうも皆さん、ごきげんよう、セブンと申します。それではね、スーパーマリオ 3D ワールドやっていきましょう。さあ、やっていくはやっていくんだけど、何をやっていくかっていうと、キノピオ隊長の最初の冒険で、キノピオ隊長のやつを全部無視してたから、ちょっと、今日で、全て消化したいと思います。さあ、やっていこう。で、グリーンスターは全部手に入れます。で、キノピオ隊長のステージは、自分がキノピオ隊長になって、クリアしていく、そういう感じですね。ここに来てプレイアブルキャラになりました。グリーンスターハンターキノピオ隊長の大冒険、コース中のグリーンスターを集めましょう。5つ全て取れたら差し上げます。地形を別の角度から見たいときはカメラで操作、キノピオ隊長がジャンプはできません、ご注意ください。で、ジャンプできないキノピオ隊長を使ってクリアしていく。キノピオ隊長はね、なんだこれ。ジャンプしようとしてもジャンプできないよっていう表現、ジャンプができないんでね、結構大変なんですよ。で、グリーンスターが至る所に隠れてるので、それをどんどんゲットしていこうっていう。ダッシュはそれなりにできるのか。なるほどね。本当に結構隠れてるから見つけてかなきゃいけない。で、こうして、で、こっち酔わないか。これジャンプできないからね、これも避けていくしかないんだよね。こう避けて、角度気持ち悪いな、この辺。オッケーオッケー。で、5つゲットできそうか。ちょっと落ちるの怖いからゆっくり行こう。よーし、でクリア。もう最初のステージなんで簡単ですね。いいね、キノピオ隊長これだけで、さっきも言ったけどね、あのゲーム出てるんで、あのぜひ買ってやってみてください。結構面白かったですよ。2人プレイとかできたんだっけ、なんかそれも楽しかった。よし、さあ、じゃあまずはワールド、あ、1人で遊ぶときは他のコースでもカメラ操作できます。ぜひ試してみてください。おお、よしよしよし。じゃあ続いてのキノピオ隊長どこだ、ちょっと探しますね。さあ、続いてはワールドさんのここですね。さあ、キノピオ隊長と不思議な、湖で、はい。さあ、じゃあやっていきましょう。てってれてーてってれてー。水の中も確かこいつ沈むはずなんだよな。なんかめちゃめちゃだから大変なはず。見回す。オッケーオッケー。おいで。厄介だな、あのシュモクザメが。おいで、どうすればいいんだ。こっちかな。あ、こっちっぽいな。キノコとかあるけど、こいつでかくなるとかいう要素があるの。よくわかんないね。で、じゃあグリーンスター取って戻って、上に行ける、上に行ける。こっち行って、怖っ、なんかシュモクザメ。何、ほう、ん、どうすればいいんだ。こうするでしょ、こっち行って開けられたりする。開けられたりはしない。じゃあここ降りて、結構パズルゲームなんだよなこれ、アクションっていうよりかは。ちょ、むずいむずい、カメラワークが意外にむずいぞ。で、こうして、あの赤い金網どうやって開けんの。で、割って出てきて P スイッチを押す。あ、そうすると上がってくるんだ、君の方から。ありがとね、危ね。そしたらここ行って、いいねいいね、シュモクザメのあれもなんか長くなってるし。で、これで5個全部ゲットか。オッケー。さあ、バーボン、バーボン、なんでバーボンなんだろう。さあ、オッケー、調子はいいんじゃない。てか5個もグリーンスターくれんの、めちゃめちゃ太っ腹やん。あんなにグリーンスター集め苦戦してたのに。203個です、もう。よし、じゃあまだまだやっていくよ。さあ、続いては、ここですね、キノピオ隊長とお化け屋敷。
怖いな怖いな、なんかちょっとやだな。あーなるほど。でどこから出てくる、そこから出てくる、でどっから出てくる、そこから出てくる。これはタッチ、あなるほど。ちくわぐブロックとかをうまく使っていかなきゃいけない。あーなるほど。こっち、こっちじゃない、じゃあこっち。オッケー。でここなんだ、あ何、どこに出された、あどこに行くのが正解だ、こっちでいいのかな。あこれどうやって取るんだ、上からか。あいた、えなんだ、えいつからいた、あライトで殺せる、そんなんできるんだ。あーなるほど、君どかして、あ遠いのもできる。あわかったわかった、ちょっと待ってごめんね、カメラで酔うかもしれないけど許してくれ。ちょっと待って、俺も操作できてない、なんだこれ、どうなってんの。ここをタッチで乗ってタッチ、オッケーでタッチでこうして戻って、戻ってこい、オッケー、おいで、あぶね、待って倒すか、倒すのめっちゃ時間かかるな、このキノピオ隊長の弱いライトじゃ。いってー、よし、まあいいや、倒すこと諦めよう。でちょっと待って、ああー戻ります、よしじゃあ行きます、この角度から行くか、多分こっちの方が楽だわ。でよしよし、テレサが来たが、あ待って、あれ、あで降りて終わりか、ああれ、あーよしクリアだよね。キノピオ隊長って一発食らうとこんな感じになるんだ、こいつも整形してるやん。よしよしよし、結構楽しいなキノピオ隊長、いいね、よし。さあで次のステージ行きましょう。さあここですね、ワールドキャッスルの、キノピオ隊長とドッスン工場ということで、ドッスン来るか、だんだんむずくなってるやん、ちゃんと今まで無視してきてごめんね。うわもうだんだん物騒になってきた、いいねキノピオ隊長、今までマジで役立たずだと思ってたけど、そんなことないかもしれない。こっち逆走できる、あ逆走は別にできるんだ、じゃああんまりあんましって感じだな。まあ逆走したところでデメリットの方がでかいから、うん普通に回ろう、よしおいで、あこっちか、あなんだどうなってるこれ落としてここに乗って上に連れてってもらう、あでそこに1個あるから取って、まずで1回落ちるのを待つ、で行くで上がって下がる、オッケー、よしよし、あこれはどうやって取るんだ、あえこの下のやつどうやって取んの、上のはわかるけど、えあここから降りるのか、オッケーオッケー、もう一発出てきて、オッケー、そしたらで取って戻って回転して、でオッケー、でこれで降りたらクリアだよね、全部足りてる、足りてます、オッケークリア。まあ大人には簡単すぎかな正直、こういうパズルゲー、しかもなんか時間制限もゆるゆるだし、余裕余裕、常に
ねえ、常に100秒しかないんだったら難しいかもしれないけど、よし、今のところはこれでキノピオ隊長終わり。もっとなんか歯応えのあるステージ来い。なんだ、結構今あるだけ消化しとこうと思ったけど、多分キノピオ隊長はここにはないよな。多分だけど、勘でしかないけど、ちょっと調べます。よし、じゃあキノピオ隊長は全部終わったということで、とりあえず、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。めちゃめちゃ、おい、結構面白いね。うん、でまだまだステージがあるので、そこでのキノピオ隊長はまた今度やっていきたいと思います。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。